ピアノデュオ・クトロバッツは兄、ヨハネス・クトロバッツと弟、エドワルト・クトロバッツによるピアノデュオである。兄弟とも、ウィーン国立音楽大学教授を務める。1986年、イタリアのストレサ国際コンクールで第1位を獲得して、以来、各国の著名なホールや音楽祭で演奏を重ね、日本でも1995年以来140回を、 超える公演を成功させている。二人の深みのある音楽表現と多様な演奏技法は、たゆまぬ努力と広範囲にわたる演奏活動の賜物地の。つながった、兄弟ゆえに率直で建設的な議論を十分に重ねてきたことも、成功の要因と言える。クトロバッツ兄弟は、ハイドン音楽院でピアノを習い始め、ウィーン国立音楽大学へ進学。 二人は共に支持したレナテ・クラマー・ブライゼンハマーの刺激を受け、ピアノ・シデレンガンや二大ピアノの演奏に本格的に取り組むこととなる。1986年、イタリアのストレサ国際コンクールのピアノデュオ部門で第一位を獲得したのが国際コンクールにおける初の受賞である。その後も、ブルゲンラント襲芸術賞やテオドア・ケリー財団賞など数々の賞や勲章を得ている。 ヨハネスは1992年、グラアーツで開催された国際シューベルトコンクールでも賞を獲得し、ベーゼンドルファーから奨学を受けた。これまでにヨーロッパ諸国、アジア、カナダ、アメリカ、オーストラリア、アフリカへのコンサートツアーを行い、ウィーン、アイゼンシュタット、ロンドン、ミュンヘン、東京、ニューヨークといった世界有数のホールで演奏。 トップクラスの音楽祭に招待されるなど世界的に活躍している。また、室内楽にとどまらず、オーケストラや合唱団との共演を行うほか、異文化、異分野のプロジェクトにも参加し、より多彩な活動を展開している。ラジオ、テレビ出演に加え、シューベルト、ブラームス、リスト、シュトラウス一家、ガーシュウィン、バーンスタイン、タカーチュ。 ピアソラ作品の CD 制作が高い評価を得ている。2014年、オーストリアミュージックマガジンにおいて、オーストリアの現代における代表的ピアニストベスト8に選ばれている。ヨハネスとエドアルトは、オーストリア、ブルゲンランド州のシュライニング城を会場とする、国際音楽祭、クラングフーリンを創設し、その芸術監督を務めている。また、ヨハネスは2007年から、 山中古国際音楽祭、クラングサマーの芸術監督を務めている。2009年、二人はブルゲンランドシューライディングで開催されるリストフェスティバルの音楽監督に就任した。2011年3月3日には世界屈指のサントリーホールでリストイヤーを記念したコンサートを行い満席の聴衆から惜しみない拍手を受けた。現在、二人は ウィーン国立音楽大学で教鞭をとっている。リスト、ブラームス、ジェイシュトラウス2世、シューベルト、ショスタコービチ、プーランク、ガーシュウィン、バーンスタイン、ブルーベック、ピアソラ、た多数ありがとうございます。